の試合ではチームがやろうとしていることを全員で体現し続けた結果、勝利を収めることができました。最終の早稲田戦でもチーム一丸となって戦って勝利に導けるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。